これの、ね、使用方法なんですがちょっと主に手伝ってもらって見てみましょうはいこれですねここが主がポチポチしてるところがここ、ね、ボタンになりますここを押した状態でこの吸引の吸引口ですねここですねフッとやると中のですね、あのー、コイルがですねそのなんか繊維みたいなものを、ね、伝って そのリキッドというんですけどあ、ね、とでリキッドも紹介するんですけどそれを伝あ染,み染,み込まん染み込んでそれを染み込んだやつを燃やして水蒸気にしてそれを木か煙のようにさせてあたかもタバコを吸っているかのような感覚、まあ、見た目になるという仕組みなんですけども、まあ、今、ね、ちょっと押してみてるんですかあこれもうついてますね充電されあしっかり充電されてる素晴らしいです。 あのね、これが電源チャイルドロック式、まあ、大体、ね、どの電子タバコも、ね、チャイルドロック式になってるんですけども、まあ、今こう押したらそう中でこう燃えてつく状態ですねこれを2秒以内に5回ボタンを連打をするとオンオフが決められます12345、まあ、ピッカピッカピッカ光りましたこれがオンオフになりましたということ今 押してみてみも光りませんもう一回押します。1、2、3、4、5。あ、はい、光りました。着きましたということですね。こうになりましたということです。はい。ということになっております。これが、まあ、基本的な使い方となっております。ではね、実際に、ちょっとね、リキッドを入れて、吸ってみよう。吸ってみましょう。じ実はですね、あの力、ー、ドね、3問ばかし頼んでおりましてね。えーと、 ちょっと主にも、ちょっとパって持ってきてもらうんですけども。はい。はい。電子タバコ用リキッドのコーラともうストロングミントですね。ミントがですね、あのー、ネットとか見ててもすごく評判が良くてですね、ミントが強ければ強いほど、その吸った感覚になるというんですかね、スーッとしてていいみたいなね。 タバコのメンソールを考えて、連想、まあ、そんなに煮つかないんですけどね、そこまでね、実際させてみて。水蒸気なんでね。うん。で、もう一つがですね、あの、私が肺炎しておりました、丸ボロの匂いですかね、ついた、あの、リキッドを頼んだんですけど、あの、まだ届いてません。ですので、このちょっとね、今回ね、このコーラと、 ストト、ロングミントこれブレンドしたら美味しいという話を聞いたので、ね、実際にこれをやってみようと思いますちょっとね先にね、あのー、中身開けてみましたはいこれがですねコーラもう色がすごいよこんなんついてたかな色このコーラとストロングミントになりますこれを実際にここの、ね、透明になってる中のところに入れたいと思います そこはね、主にやってもらいます。では、注入する過程をちょっとね、早回しでご覧ください。 はい。じ、ま、ゃあね、実際に、ね、入れてみて完成、完成したようです。ではですね、ちょっと主に吸うのは試してもらいましょう。ちょっとね、主の顔は見せられないんでね、煙の量ではい、見せようと思います。ついてるのかなこう音聞こえますかねはい。今これはね、あの水蒸気を出すときの、こコポコポコポーと、コポコポーという音が鳴ったときに吸うと、 い,いそうですで。実際に吸ってみますのでよく煙を見ておいてくださいねここを押しながら「す」ですむしどうぞうー いうような仕組みになっておりますあのですねあのミントを入れると確かにねあのメンソールの強いねマルボルのブラックでしたっけあのブラックメンソールでしたっけあれをね肺に入れたような感じのスーッとした感じがありますうんメンソールですねうんあの 初めて買った時はね、メンソール使わなかったんですけど、これはメンソールはすごくいいと思います。うん。ではですね、以上が、えー、カムリ社製品の電子タバコミニ X9 スターターキットの青でした。皆さんもね、喫煙しようかな、あ、禁煙しようかなとかね、えー、ちょっと、 だかね発がん性物質が見つかったというねなんかニュースもあったみたいなんですけどおそらくねこのリキッドはですね一応ねしっかり買う時も気をつけてほしいんですけどねあのちゃんと検査してその合格しましたっていうやつをちゃんと買ってください、うん、ちゃんと検査して合格してるならそれとね成分は見つかってないと思うんですけどなんかね基本的な使ってるものはグリセリン プロピレリグリーコールとかグリセロールとか水香料を使っておりまして、要はグリ,グリセ、グリセロールでしたっけあれがですね、確か目薬にも入ってる成分らしいので、そんなに心配いらないと思います。まあ、はっきり言ってね、タバコよりかは全然害はないと思います。タバコの方が発がん性の方がかなり高いんですよね。はい。ただですね、あのー、未成年の方は、ダメですよ。これは、 成人になった方限定のものですのでねはいあのですねもしたあのね丸ボロの味のねリキッドが来たらちょっとこれをね吸って試す動画も撮りたいと思いますではですねあのー、皆さんもですねあの大人な方今ねさっきも言ったように記念うとしてる方ね試してみてください何かのきっかけとして皆さんもタバコやめてうん綺麗な空気の世の中にしていきましょうはい はいでは改めましてカムリーの電子タバコミニ X9 スターターキットのご紹介でしたとリキッドの紹介でした今ですねあのー、これがねちょうどこの色がですねこれこれこの色がですねあのー、今取り扱ってないアマゾンでですね買ったんですけど取り扱ってないそうですので別のね 違う色のタイプのものを下のリンク説明欄に貼っておきますので皆さんも興味があったら見てみてくださいそれではグいイいイ